はい、ゆうたけです。今回は Wii U 時代からの愛用武器スプラスコープを使っていきたいと思います。もうこの武器はずっと使ってた Wii U 時代からの、もう僕の一番塗り面積がおそらく累計で最も多い武器です。一応チャージャー1チャージャー1動画ぐらいのイメージでいろんなチャージャー使ってて、でもこのスプラスコープが最後になるかもしれない。スコープ抜いたらもうちょいあるけど、あ、こっちの射程長いぞまあ多少ね長い味方が来てもこの スプラスコープチャージが短いのでサクッと前側に自分が担当する行きづらいな、前行きづらいな、あこのねスプラッシュボムが Wii U 時代からのおなじみで、スプラ2でもスプラッシュボムだよね。もうここが変わらない、スペシャルがいかに変わるかみたいな。やっべ、あぶね、スペシャルが変わってきたスプラスコープでございます。さあ乗っちゃって、乗っちゃえられないこの吸引機があるので、あ、やべ、外したな。味方が溶け申して、相手乗らないね。乗った。このチャージの速さよ。とりあえずひたすら打ちまくってればいつかは当たるみたいな。そして吸引機使います。こうしてればどこにやろうかな。敵どこ、あ、間違えた。やべ。え、当たるんだ今何で倒した、めちゃめちゃラグくない、今吸引機で倒したの。この攻めの吸引が強いんですよ。敵どこだ、お、ナイス。このまま吸引で攻めちゃうよ。そんなこともできるのがこの吸引機。敵が来たタイミングで、よし、ここで吸引してます。もう攻めが強い、本当に攻めが強い。よいしょもう無敵でしょ、この吸引してれば。矢倉乗りながら吸引でバンバン攻められる。多分矢倉が最高最強なスペシャルは吸引機な気がする。まあ微妙に癖があって使いづらいんだけどその分あのサブ性能アップ積みまくってスプラッシュボムを投げまくってます。はい、スワイプアウト、ガード守れ。さあここから吸引機を使ってヤグラ守りたいちょっと乗らせて、乗って強引に攻めて、うん、あんま倒せてないけど、あお、死んだこの前で吸引ね、ひたすらできるのが強い。これはしっかり吸引してあげて時間稼ぎして、あれ、どこ行った俺の吸引俺の吸引どこ行った。今吸引エイムが本当に普通に難しいっていう。やべやべ、ナイスナイス。あ、なんか裏から来そう。ナイスナイス、ちょっと裏から来そうなのでこれは攻めちゃいます。うわう、来た、早い あとは適当に守ってれば、パンパンやってれば当たるかな。今選択ない、あ、乗っちゃったあれよいしょよいしょよいしょ当たって、くっそ、そこ守る。あ、まあまあ落ち着けば落ち着けば落ち着けばいけるはず。吸引しますいや、この吸引さ、確か当たり判定攻撃判定も吸引してて、味方に攻撃してる弾もなんか吸引できてるんだよね。だから多分守りとしても強い、そんな吸引機です。
マサバ海峡橋懐かしいね。WiiU 時代からあったステージで、この WiiU から使ってた武器で、懐かしい組み合わせ。なんかステージはだいぶ変わってるけど、一応 WiiU 時代が橋制作中みたいな背景があって、このスプラス3でようやく完成したみたいな時系列なのかな。このチャージの速さよ。やべやべやべ、あーちょっと見えてた。相手に 4K スコープがいると一気にこっちの動きも変えていかないといけない。そこはちょっとしょうがない。だなるべくギリギリこっちが当たる範囲に近づいて、 あいつを倒すしかないんだけど、まあ、できれば長い方を使いたいよね。おっと、ナイス、やばい、まだいる。おお、怖い。やべ、ダイナモか。くぅ、まだいた。執念深かったな。さあ、こうなった時に、いかに守れるか。まずちょっと手前のやつからしっかり倒していって、普通にノックアウトはできるので、やべ。別にノックアウトさえされなければ、いつでもチャンスはあると思って、よしよし。この矢倉の上の置きボムね、スプラッシュボム、殺傷力高いから、普通に倒せちゃう。で、サブもだいぶ積んでおります。矢倉の前片方にスプラッシュボムを置いて、もう片方で、あ、やばそう。使っちゃうか。あ、無理無理、これ無理。一番吸引機苦手なスペシャル来てもうた。一応サメライドの爆発は吸えるんだけど、目の前だけやられたら、ね、ちょっと吸いきれないね。さあ、あっちか。よいしょ、ギリギリ追いかけて、待って、うわー、マジか。粘ってれば吸引機で攻められるチャンスは来るはず。やべ、いやー、そこのダイナモよう動くな。よう動くな。ドリンク飲んだせいか知らんけど、いやー、まだ吸引機使うべきデコではない。じゃ、櫓なんて進んでんの。後ろからも来るよな、これ。近い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 。ちょっとそれを吸い込んで、え、待って、まだ進むの。マジか、だいぶ進んでもったな。あー、外した。待って待って待って、時間ねー、使っちゃうか、しょうがない。よしよしよし、 4K がいないね。頼む頼む、攻めてくれ。俺はこの長さで、うん、ナイスバリア。最後までわからない。よし、ここで吸引機。吸引機吸引機、あー、あれ発動できたら3人一気にドーンとかできたんだけどな。いや、さすがにそこまで理想的な一家にはならなかった。うわ、終盤あんま倒せなかったな。もうちょっと吸引機の発動早かったらね。ガチアサリはどうなんだろう、全然やってない気がする。まあ、攻めも守りも吸引機は悪くなさそうだけど、機動力はね、ちょっと前作からそんなに優れてるってわけでもないので、多分竹の方が使ってたな、アサリは。あの後ろのボムね、意外といやらしいんだよね。ちょっとだけ、待って、サブじゃなくてインク回復とかイカ速にしたから、ちょっと ボム投げが
弱まった。おっと一気に来てしまった。やべ、あー外したかダメだ、近いな。いやーちょっと機動力が怪しいけど、多分いいところで吸引器溜まってたら一気に攻められるはず。うーんマジか、2人死んだ。ここはちょっと引いて、やばいな、さっきの感覚でボム投げてると一瞬で切れる。うーん危ない危ない危ない、あれあっちか、ナイス。これそろそろ攻められるのでは。なんで外したの、なんで外した、間違えた一旦適当にやって、うんこれはアサリを拾いに行った方がいい気もする。一旦倒すか、倒せてない。ナイスナイスナイス、倒せてくれてるのでアサリ探したいマジか、普通にアサリ係やればよかった。うわマジか、ここまでか、生きた、ナイスナイス、ふっふっアサリ係だったなまさかのアサリノックアウトだった。元気活躍できた今覚えてないんだけど、アサリに夢中であんま活躍してなさそう。ガチアサリー、アマビー、吸引していきたい。お相手はなんかユニークな編成だな。イカ速はやっぱりガチアサリで必要な気がするんだよね。なのでなるべくギアにはイカ速つけてきます。おう、まあまあ弓よりは直で倒しやすいはず。お、なんか倒し、うわ待って最悪、なんでカモンした。イカロールのミスが治んないな、まだ自分はやっぱなんか光ってたけど、あれ未だにちょっと全然自分の使うチャージャーにいないから強いのか分かんない。なんだっけ、食腕か。一旦吸引タイムでは、吸引タイムですよね、吸引、うんどう、なんかいまいち倒せてない気がする。間に合わないなこれ、ちょっとまだ終わるか。果たして今の吸引は役に立ったのでしょうか。あそこにいる、あ帰った。吸引してから行くべきか、うわー痛いな、なんかいる気が。吸引して、今のうちがチャンス。うー危ない危ない、命がけすぎるな。いやちょっとこれはダメだ、二
人いなくなったので落ち着いて、まあ攻めとしてはいい感じに強いのでは。いや1個足んねえな。あ1個足りるわ。あダメか。あナイスナイスって自分のボム、うん、まだ犬がいた。今ちょうど3つでガチアサリ溜まるとこだったんだけど、うん、おっとなんかいる。ちょっとやめとこ。うわーやってしまった。こうなるんだな。ドライストリンガー使ってばっかであんまやられないからどうな風にやられてんのか分かってない。あこれはジェッパーをまず倒してあげて、あっちにハイドラントがいるね。登ってくるでしょ。あドライストリンガーか。いやーうまい一発だね。あれ借金のいいやつだね。ダメよ。ああ当たんない。いそうなところを撃っちゃうぐらいで割とこの武器はいいんだけど、さあこれは守りのタイムか。守りの吸引タイムではやばいやばいやばい。それはダメよ。うわ危ない危ない危ない。はい吸引してます。出し入り禁止です。全部吸引してますやられた。うーん吸引がし終わって発動するこの微妙なタイミングがダメだね。さあ相手のインアサリに気をつけて、おっとダメ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 。気をつけてマジで気をつけて。あ待ってマジで気をつけて。ダメ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 。危ない危ない危ない。やばいやばい。あと1個いられたら負け。あと1個いられたら負け。うわガチアサリはこれだよな。この光景よく見るんだよな。あと1個でギリギリリードみたいな。今回はされる側だったけど、まあうん吸引機もスプラスコープもそこそこいいとこ見せられたのではないでしょうか。ああこれあと一勝したいなということでなんとか無事5勝ができて、いやエスプラねなんか10より上げても X マッチ行くのには特に関係ないって聞いちゃってエスプラ10行ってからなんかあんまやる気なくなっちゃってんだよねぶっちゃけ。だから今ギアを揃えようとしてるとこなんだけど、昔から愛用しているスプラスコープでした。